さんこんにちは。前回に続いて、前換期のですね、思想についてお話をしたいと思います。まあ、前回は高祖期のですね、功労思想というものを中心とした帝国統治と思想の関係ですね、こちらについてお話をしましたけれども、今回はですね、前巻もですね、武帝の時代に入ってきた時代、こちらの帝国についてのお話をしたいと思います。まあ、武帝というのは前巻でもですね、最大の帝国半島を誇った皇帝として有名で、度重なる遠征や探検隊の派遣など非常に積極的なですね、帝国の拡大策というものを取った、そういう皇帝になります。まあ、この時代ですね、漢帝国の経済力あるいは軍事力というものが飛躍的に伸びたことによって、まあ、高祖期にはまだ周辺のですね、異民族の侵入というものに対して、有効なですね、手が打てなかった。そのくらい、中国は疲弊していたんですけれども、そうした周辺異民族や外国に対して強硬策に出れる、まあ、それだけの力を身につけた時代でもあったわけですね。で、そうした中で武帝というのは中央集権制をさらに進めていって、漢帝国統治をですね、完全なものにさせようと、まあ、こういうふうに考えたわけですけれども、その時に大事なのは、帝国の中にそうしたですね、自分に反対するあるいは独立するような勢力というものを決して置かないということが武帝にとっては大切なことになります。しかも武帝にはもう一つですね、問題がありました。というのも、帝国というと当然皇帝にはですね、たくさんのお妃様がつきます。で、これらがですね、宮中の中にいるわけですから、このお妃さん、というのがやはり皇帝の奥さんですから、非常に強い発言力を持つことになる。しかもそのですね、奥さんの出身のですね、家というもの、まあ、これを日本史や世界史でもやったことあると思いますが、外戚というんですけれども、外の親戚ですね、この外戚というのが宮中に出入りして、非常に発言力や権力というものを持つようになってくる。で、したがってそれらがですね、功労思想みたいなので放任しておくと、当然、宮廷内から出てきて朝廷のですね、権力をも取るようになってくる。事実、外戚の親戚たちというか外戚の一族はですね、次々と将軍や大臣に就任してですね、朝廷の権力を取るようになってくるわけです。そうすると皇帝がですね、今度は危なくなってくる。つまり外戚が強くなってくると、外戚の意に沿わないですね、皇帝なんていうのはむしろいない方がいいわけですね。皇帝が死んじゃって、皇帝とですね、外戚のから出したお妃の間の子供を皇帝に据えれば、その方がですね、より外戚は強い権力を掌握できるということになってきますので、皇帝と外戚の関係っていうのは非常に緊張したものになるわけです。ということは、この時点で皇帝と、そして皇帝がそもそも警戒していた漢のに功績のあった家臣たちの王国、それとともに本来彼らをですね、牽制して皇帝を助けるべき外戚、これがですね、三つどもえになってお互いを牽制するという事態に発展していくわけですね。ですから武帝としては、強力な帝国統治をするためには、そうした遅延や血縁といったものと関係なく、皇帝にですね、直接忠誠を尽くす、そういった家臣たちを必要とするようになってきます。で、この要求に見事応えようとしたのが東中女という儒学者です。この東中女は権量対策と呼ばれるですね、家臣たち、優れた家臣たちをいかにして皇帝に対してですね、使えさせるか、そして、それを使うことができるかというですね、そうした上層文を出すことによって、この武帝に大変気に入られます。で、この東中女の検索に基づいてですね、漢は五経博士という制度ですね、これは博士っていう人ではなくて、博士という称号です。つまり、漢帝国の中で、儒教の経典を扱って教育する、そういう係
としての五経博士というですね、制度を設立します。で、この五経博士に任命された人たちは、それをですね、使って、儒教の継承をですね、学生に教授すると。そして、その教育というものが行き届いた中から、皇帝に仕えるものを選抜していこうと。まあ、こういう流れができてくるわけですね。で、そうした五経博士による継承の研究や、あるいは教育制度の確立に伴って、それがある程度整備されたところで、高廉選挙制度というものが開始されます。まあ、高廉というのは親孝行で、そして素行が清潔であると。だから清廉潔白の廉がついているわけですけれども、このような評判がある人間を、各地方から選抜して、皇帝に仕えさせる。そしてあるいは知事たちがですね、これは良いと思うものを選び抜いて抜擢する。だから選挙なわけです。別に今みたいに投票するわけではありません。まあこうした制度を用いてですね、統中所が五経博士を設置した意図に基づいて、そうした儒教的価値観に合致している人間を取り上げて、皇帝に仕えさせ官僚にしようとする。で、この官僚たちの力を得てですね、武帝はそうした先ほど言った功績のあった家臣たち、あるいは外戚という自分を脅かす者たち、あるいは帝国をですね、私物化しようとする連中、こういった連中と対峙して帝国統治を盤石ならしめようとした。ここにですね、本格的な官僚制度というものが整うわけです。まあ官僚制度自体はですね、そもそも秦の始皇帝が積極的に導入したものでして、まあ生まれといえばそのくらいまで遡れるんですが、官僚というのがみんなしっかりとですね、ロボットではなくって、帝国統治の理念をよく理解した上でですね、その上で自分でもしっかり考えて皇帝をサポートして国家を統治するという意味では、まあこのですね、頃に本格的な官僚制度がスタートしたと言ってもいいかもしれません。つまり秦の始皇帝の頃は単に顔のないロボットだったのが、このですね、武帝期の頃の官僚というのは帝国理念をよく理解している、共有している。つまり帝国の代弁者であることが求められたんですね。まあそう考えると官僚制度の誕生というのはある種人類史上においては宿命だったと言えるかもしれない。というのも、すべての国々はですね、生まれた時から合併も しないし、お互いに交流もしない、連合もしないということはありえないわけです。どの国もある種地域を超えてですね、貿易をしたりとか、交流をしたり、あるいは合併したりすることによって、ある程度の大きさまで拡大します。そうすると、今の日本でもそうですが、今日本だったら47都道府県ありますね。この都道府県の人たちがそれぞれの文化や価値観があるからって言って、お互いに争って、で、重要案件も決められないっていうことになると、当然、近隣諸国の圧力というものが来た時に脆いわけですね。だからどっかで結束しなきゃいけない。ただ結束しようにも、あまりにも地方の力が強いとか、地方の価値観が対立しているという状況では、これは意見の集約ができないわけですね。日本だったら日本の価値観をまずしっかり持っていて、その上で地域差や文化の違いを乗り越えてですね、皆が日本っていう統一の概念のもとにですね、考えて行動する。そういうことが必要になってきます。そうすると、地方色が強い人では、これは使い物にならないわけですね。したがって、そうした官僚制というものは要求されて誕生すると。いうところ、まあ、ここはどの国を見てもそうです。まあ、よくですね、フランスの官僚制度というのは中国から入ったと言われますが、まあ、そのことも大事なんですが、あんまりですね、どこが発祥だっていうようなのはみっともありませんから、僕はそういうの話は好きじゃないんですが、どこがオリジンだとかっていうこと好きな人いますけどね。なのはあまり、見てて気持ちのいいもんじゃないから意味がない。そうじゃなくて、これは基本的には、そういう要請に基づいて全人類史的にですね、誕生せざるを得ないものだった。そうした中で中国は、
この統中所時代にですね、そうした流れが出てきたということです。そして最初の話に戻りますけれども、帝国というのが地方色、地方の文化や価値観というものを飛び越えて、一つのですね、大きな帝国というものに帰属するための価値観、これを儒教が提供するという流れが出てきたということ。つまり、前回お話したように、儒教色の強いですね、封建的なものに立脚した、家や共同体というものに重視したですね、思想展開をするというのを実はこの時点でやめました。これは我々からするとちょっと驚くことで、普通論語とかを読んでるとそんな風には全然見えないんですが、実は漢代で儒教は一度それを捨てます。で、そうすることによってですね、むしろ帝国の制度、つまり政治学とか経済学とか、教育であるとかであるというテクノクラートですね。政策立案者がやるようなことを思想的に整備していくことによって、帝国のイデオロギーというものを支える。まあ、孔子はもともと礼っていうことを大事にしましたから、その方面の議論もたくさんあったので、むしろ儒教はそちらをやるんだというふうに一気にですね、舵を取っていきます。だからこの時代の儒教というのは僕らが知ってる儒教と違って、制度だとか政治だとか軍事だとか経済とか、つまり今政治学や法学や経済学のですね、先生方がお話しされているような議論を主にするのが儒学者の基本的な仕事になっていったと、まあこういうことです。で、そんな中で、じゃあ何のですね、儒教って言っても幅広いですから、どの学問をですね、公的なテキストにしたり議論にしていくのかという話になった時に出てきたのが供養学という学問で、こちらの供養学というのは春秋というですね、敬書がありまして、この春秋につけた注釈の一つに供養伝というのがありました。まあ、敬書はたくさん出てくるので、また回を改めてですねしっかり講義しますから、まあそういうもんだと思っておいてください。その供養伝の著者が供養公と言ったので、まあ、供養伝というんですけれども、このですね、供養伝というものに従って、基本的な議論を打ち立てていこうと。これが供養学です。で、この供養学の特徴というのは、寛大予定説と第一等説というもので説明されます。寛大予定説というのは、天がですね、様々な王朝や文明の構想というのを実はプログラミングしていて、でその中でいよいよですね、漢という帝国によって完全なる安定と統治が来るのだと、まあこういうふうに、大昔から予言されていたというのが漢代予定説ですね。で、これはただ言っても誰も信じませんが、膨大なですね、歴史資料とあとは古代のですね、テキストの論章ですね。ほら、昔のテキストにこう書いてあるだろうと。ここがこうならこうだというですね、説明を入れてやることによって、漢帝国の権威というのを一気に向上させようと。つまり、この漢帝国こそ地上の楽園なのだというようなですね、議論をさせる。これが供養学のもう一つの特徴です。で、それと同時にですね、第一等説というのが挙げられますが、この第一等説というのは、天下のすべてのものは、漢帝国によって完璧に統治されなくてはいけないというイデオロギーです。というのも、実はこの供養伝にだけじゃなくてですね、春秋にはいくつかの注釈書があって、その注釈書ごとに、それぞれ国際関係に関する基本的なスタンスが違ってたんですね。例えば国領伝というような注釈書に基づく、まあ、国領学と言ったらいいんですかね、まあ、そういった一派は諸民族は文化や価値観が違うので、むしろお互いを尊重して住み分けるべきだという議論を出していきます。で、この国領の側がですね、学派がもし漢帝国の教学に採用された場合、官僚たちはそれに基づいて動いていきますから国際的な協調体制というものが漢帝国のイデオロギーになるわけです。しかし、供養学を採用したということは、官僚たちは周辺諸民族も含めて、あるいは国内の各ですね、地域も含めて、漢帝国に一統されなければいけないと。
すべての文化、学問、というもの、価値観というものは漢帝国に吸収され、漢帝国によって染め上げられなければいけないという議論になっていくわけですね。まあそうしたですね、供養学を採用したということは、漢帝国がそれだけ拡大路線を取っていった、非常な拡張路線を取ろうとしたことを示しますし、またその権威づけとして儒教が用いられることによって、供養学が用いられることによってですね、それがまさに、漢帝国が歴史的に天から与えられたミッションなのであるという信念を強く植え付けることに成功した。これによって、漢帝国の人間はですね、地域を超えてですね、帝国に対する絶大なる希望と、まあ、空前の好景気に恵まれているのもありますし、絶大なる希望と忠誠心を持ってですね、官僚として登用されていくと、こういう流れができてきます。まあ、これによって皇帝権力の増強を図ったんですが、ただ統中女という人はなかなかしたたかな人でしてね、それだけだと漢帝国はうまく続かないだろうというふうに考えてました。つまり彼はただ単に武帝に取り入った人ではなかった。というのも、次に続いてですね、統中女は春秋万露という書物を表します。これは供養学者のトップである彼が書いた書物ですから、当然継承と同等のですね、価値観を当時は持っていました。で、この春秋万露の中で統中女は何を言ったかというと、再位説と天人相関説を説いたというふうに言われている。再位説というのは、基本的に天がですね、良くない政治に対して災いを下すと。で、それに基づいてすぐに改めないと、天はさらにですね、ひどい、災害や混乱というものを勃発的に起こすのである。で、天人相関説というのは、従って、皇帝はですね、しっかりと人々の意見を聞いて良い統治をしなくてはいけないという議論です。で、この議論を武帝は見て、ふーんと言って、そうかと言って採用するわけですが、実はここには、非常な仕掛けがあってですね、天というものが設定されたことによって、皇帝よりも上の権威が誕生したわけです。つまり、武帝は絶対君主としてですね、本来は君臨したいんですが、その武帝の上に天という概念が被せられます。しかもこれが供養学者によって被せられたわけですから、否定するとせっかく、寛大予定説と第一等説を持ち出して自分を権威化してくれた供養学を全否定することになるので、それもできない。で、この天というのに背いてしまうとダメになるって言われてるわけですから、じゃあ背かないためにはどうするかって言ったら、天人相関説で人の話を聞け。この場合の人というのは、当然今の世論調査とは違って、官僚たちの進言を聞けということになります。つまり、統中女はこの天人相関説を供養学の中にはめ込むことによって、言路、すなわち、言論の道、道路の路ですね、言路というのを開きます。そうすると、官僚たちは皇帝に対して堂々とですね、意見具申をしたり批判することが許される。しかも、それが供養学のテキストに基づいた批判である場合は、天という権威を背景に皇帝を批判することになりますから、この瞬間皇帝と官僚の地位は逆転しちゃうわけですね。それを無下に処刑したりとか、幽閉したりとか弾圧すると、これは天に背くということになりますので、武帝は表立ってはできないわけです。このように皇帝権力の確立と同時に皇帝権力の抑制を行うことによって、統中女は帝国統治というものをより盤石にし、そうして、自分の打ち立てた供養学というイデオロギーに基づいてですね、漢帝国をより発展させ、拡大させようとした。そういう意味では、武帝が政治の文脈でですね、権力の文脈で統一しようということを考えていたのに対して、統中女はさらに観念としての、イメージとしての帝国というものを想像し、そしてそれを実体化させることに成功した。まあそういう意味では一枚統中女の方が上手だったのかもしれません。で、これがですね、小帝期に入ってくると、さらにですね、国家の様々なことが、
学者たちによって取り決められ、各学派の権力争いというのが当然できます。なぜかというと、統中女がすでに思想というものの力によって帝国というものの未来図というのを書けるし、しかもそのイデオロギーに基づいて帝国というのを建設できるということを証明したわけですから、各学派ともですね、自分たちの学派にのイデオロギーによって帝国を作りたいと当然思うわけです。まあそうした会議が、そうした思惑があってですね、皇帝による演説会議というのが開かれ、まあこれは塩や鉄といったか帝国専売の物品に対して、これを民営化するかとか、あるいは国営化するかとかっていう議論されるわけですが、一見すると何も儒教と関係なさそうですけれども、要するに、こうした議論をするときに、富の本源というのはどこに置くべきかとか、帝国はどこまでですね、経済に介入すべきかっていう議論をすることを利用して、国家間とか、帝国のありようとか、そういったようなことを実は学者たちがバンバン持ち出して、国家のグランドデザインと思想っていう問題を議論するんですね。で、そうした議論に勝った学派たちが採用されては帝国の指針を決めていこうと。まあ、こういう学派議論と、政治のありようっていうのが、もろに直結して議論される。まあ、そういう意味では、なかなかですね、熱い時代というか、見てると映画になりそうなぐらい楽しそうな時代ではありますけれども、まあ、こういった会議、演説会議みたいなのが開かれて、そんな中で、寛解の演説論のようなですね、優れた論文っていうのも登場します。で、そんな中、公教というのが出てきます。公教というと、昔はですね、親孝行ということで、子供によく読ませた敬書ですけれども、これは実は帝国において非常に重要な役割を示しました。というのも、公教というのは基本的には専制主義的で、父親が子供をですね、奴隷のように扱う家父長権の強い東アジアの中国において、むしろ子供というのは祖先から預かった体を受け継いでいる人間なのであるから、これをですね、きちんと育てるということは、親が自分の親に対する孝なんであると。つまり子供に対する慈しみではなくて、子供を慈しむことは自分の親に対する孝なんだという議論に変えるんですね。そして、その中で、じゃあ何が一番親孝行になるのって言ったら、そういうふうにきちんと受け継ぎながら、自分が置かれた社会的役割を祖先と同じように果たしていくことが親孝行なんであるというふうに規定して、この兄弟がですね、家父長権にむしろタガをはめて寄生していく、そういった役割を果たしていく。しかもこれが帝国内において推奨されると、当然帝国の中でのその人の官職や役割というのを果たすということが、帝国に対する忠誠であると同時に、親に対する孝行にもなるのだ、という二重のですね、道徳規制をかけることによって、帝国の統治を盤石にしようとした。そういう意味で、公教というのは、特筆すべきですね、書物であったということができるでしょう。そしてその後、選定期には、積極会議というのが開かれ、この頃登場した近文古文学派というものの対立が、非常に激化します。で、元定期、正定期、相手、平定期を経て、王猛という人が出てきて、前漢は滅亡するんですが、この王猛という人はなぜこれだけ強大な帝国を滅ぼすことができたのかというと、まず、この時代、元定、正定、相手、平定はすべて幼少で死んでいます。つまり、皇帝権力を振る王にも、皇帝自体が物心がついてないので弱いんですね。加えて、王猛という人は、彼は不明という予言書をですね、使うことができる人で、この頃の儒教というのは、制度や、システムみたいな話をするのと同時に、こうした予言や占いみたいな側面にも手を出していました。そのうちのこの不明というもの、こちらで名を挙げたのが王猛だった。したがって彼は学者として入りつつ、その予言を使って人々の心を手に入れて、そうして、都心の学と呼ばれるですね、
ある種、呪術的、魔術的な学問によって朝廷を支配した。で、彼はさらに幼少の皇帝をですね、操って自分の権力を拡大していきます。さらに王門は自分のがですね、皇帝になるということを予言した書物を発見したと言って、皇帝になってしまうんですね。まあ、ある種の無血クーデターのような状態によって、王門は漢帝国を滅ぼすということをする。さらに、これに加担したものとして、劉教や楊悠という学者がいるんですが、それだけ聞くととんでもない学者に見えますけれども、まあ、彼らはですね、それぞれ後世に残るそれらの書物、列女伝、税縁、神女などを表して、皇帝や宮廷内の女性の在り方を問い直す。つまり皇教と同じで、タガをはめるという書物です。楊悠は体言形や方言というのを表して、新時代にふさわしい継承を作ろうとすると。まあ、こうした思惑が絡みながら、前漢というのは帝国の形を整えつつ、五漢へと進んでいくと。まあ、こういう思想と政治の関係性について、押さえた上で、今回はこれまでにしましょう。